神戸発の5人組アイドルグループグッドクルー。アイドルとしてさらなる飛躍を目指す彼女たちが先輩アイドルたちからさまざまなことを学ぶ番組。元 AKB48 西野未姫がアイドルポーズを伝授。すごい。さらに癒し動物たちとの映え写真に挑戦。羽ばたけグッドクルー。羽ばたけグッドクルー。 MC の南沢でございます。そしてあなたの心にグッドクルー、私たちグッドクルーです。よろしくお願いします。今回グッドクルーが教えてもらう先輩アイドルは元 AKB48 西野未姫さん。いろいろね、もうすごいキラキラしていますよね。こんな時あったっけな自分と思うぐらい。どうです、だから AKB の時、はい、キャピキャピしてませんでした？でもしてたと思います。でもその時13歳とかだったので、もう生きてるだけでキャピキャピしてたんですよ。実はアイドルの期間が短かったんですよね。そうですね、5年間。いや俺もっとやってるイメージあったっすもん。そう、バラエティの方が長くなってきて、ね、そういうことですよね、はい。まあ、それもそれがすごいんですけども、はいはい、さあ西野さんへの質問コーナーでございます。グッドクルーが西野未姫に聞きたいことを質問。真央ちゃん、はい、甘いものを食べたいときどうしたらいいですか？食べたい、食べたんです西野さんは。あれ以上です。そうですよね、はい、甘いものを食べたいときは食べたんですよ。そうなんですよ、はい、以上ですよね、はい、以上です。帰ってきたぞ頼れる初期面青い真央。甘いものを食べたいときはどうする？まあどう、真央ちゃんはこう結構食べたい。甘いものがとにかく大好きで。何が好き？お菓子がチョコとかケーキとか、うん、そしたら食べ過ぎたらどんどん二重顎がやばくなってきて、うん、ライブとかでファンの人がこう写真撮るじゃないですか、はい、下から見たらこうここに線が入ってるみたいな。あ、まあこう下からね、まあ、ステージをね見上げるから、はい、あ、だから西野さんも結構食べたと思うんですけれども、はい、でも痩せたっていうことですからダイエットには成功したわけですから。そうですね、でも私はもう何回もリバウンドを繰り返してそうですかしてるので、最初その AKB の時にすごい15キロぐらい太っちゃったんですよ。その第二の眉って言われた時よりも15キロ太っちゃって、はいはい、でも卒業発表もすっごいもうパンパンで卒業発表し て, 卒業してそれでやばいと、こんなアイドル人生太ってるままで終わらせちゃいけないと思って、最後は綺麗に、ね、はい、卒業したいですよね。それで3ヶ月ダイエットめっちゃ頑張ってすごい10キロぐらい落として、でもそっからもうバラエティしか出てなかったんで、はい、もうこ先輩の余ったご飯とか全部食べてて、余ったご飯もらう。いやなんかご飯とかやっぱいいとこ連れてってもらったらもったいないじゃないですか。わかるわ。全部食べたらどんどんまた15キロぐらい太ってっていうの、でまた痩せてっていうのをずっと繰り返してたんですよ。それを繰り返してなんか徐々に体の不調が出てきたんですよ。リバウンド繰り返しすぎて。あ、そう、はい。どういう不調？一回その食べ過ぎて気絶したことあって。食べ過ぎて。なんか居酒屋さんみたいなところでいっぱいフライもの、フライ揚げたものとか食べた後に家に帰って柿を一玉食べたんですよ。もう背中が激痛できて、あ、もう死ぬと思ったんです、痛すぎて。それもなんかフラフラしてきて気づいたら気絶して、目覚めたら朝で、あ、ね、寝たの？痛くて本当になんか意識なくなったんですよ、一回本当に。で、まあ、でもただその後眠ってしまったんだと思うんですけど、そう、でもそれぐらい食べてて体に不調がいっぱい出てきちゃったんですよ、はい、でそれで栄養をの勉強するようになったんです。なんかいっぱいダイエット本とか、なんか栄養素の勉強とかいろいろしたら、そこからちゃんとあの栄養バランス考えるようになったら太らなくなって、で甘いものとかはやっぱ洋菓子とかは太りやすいんですよ。そやっぱバターとか小麦粉とか入ってるから、だから和菓子に変えました。和菓子いいって言うよね。全部和菓子、和菓子にした方がまだ全然いいです。和菓子は何が好きなんですか？羊羹。あ、いい、めっちゃいい。羊羹めっちゃいいです。羊羹いいですか？羊羹めっちゃいいです。羊羹いいんやって。もう全部羊羹でいこう。羊羹、
羊羹とか大福とか、大福とかその羊羹は脂質がほとんどないんです。だからエネルギーに使う糖質は取れて脂質を控えれるっていうのめっちゃいいです。これちゃんとしてるやん。さすが先生、初めてなんか役に立ちました。結構取ってますよ今もだいぶ。さあ続いていきましょうか。サラさん、はい、じゃじゃん。お食レポで美味しいと伝えるコツを教えてほしいです。ああ食レポはこれはさ、もうアイドルのみならず、もう芸能人が言ったカメラの前に立つ人間はね、もう全員がこれ必要な、これスキルになるんですけど、はい、溢れる笑顔のムードメーカー天羽根沙羅、食レポでうまく伝えるコツは。意識してるのはもうなるべくいろんなパターン喋るっていう、うん、だから一口目はめっちゃリアクションで、はい、うわ美味しい、あとりあえずいるよね絶対に美味しい、これ絶対食べた瞬間、はい、絶対誰かの美味しいを使うんですよ、はい、うん、うまなのか、うん、何これなのか、はい、うわっていうの絶対誰かの一番かって必要なんで、はい、そこをその後に誰かがこれはまろやかでとか、はい、この麺のコシがとかいう人を絶対使うんですよ、うん、だからどこか使ってくれっていう、だから、うん、うまってやった後に冷静な人をやる、あこれはすごい情緒がすごい。どっちかにさ振ってさやった方がいい。うまっ、うわすごいとか、このパターンを何回もやるとかじゃないですか。いや違います、どこか入れ込んでっていう、するから、うまっ、あこれすごい丸まる。怖い、俺出てきた、怖い映りたくて一緒。切り取ればもう別物になりますから、まあ確かにね。さらに一回やってみて、まあみたいな。何食べるんですか、何ですかそれ。例えばこれは、うん、カレー食べます。カレーいいね、カレーの食レポあるよ。カレーいただきます。いいですね、はい、うんま、本当にこれはスパイスこんな感じでびっくりする。もうちょっとつなぎ目うまくやってすぎて、馬短すぎて、もうちょい長い。全然時間空いてるあるから、はい、そこ馬、はい、ちょっとで、切り替えが切り替えなくていいから、もうちょい勉強します。さあ、じゃあ続いていきましょうか。続いての質問、ララちゃん。はい。はい、ナイスボディのメンテナンス方法教えてください。これはもう先ほども言っておりました。そうですね。ギャップ萌えツンデレ姉さんナズナララ。ナイスボディのメンテナンス方法は。グラビアもかなりやられている。いやもう結婚してからはしてないですけど、結婚する前はグラビアちょくちょくやってましたね、うん、でも私も筋トレですね、筋トレはしてました、すごい。パーソナルジム、はい、パーソナルジム行って、はい、私あのその24時間ジムみたいなのにも会員入って、はい、パーソナルジムそんないっぱい行けないから、はい、あのそこでいろいろ覚えてで自分で行ってみたいなことをやってました。すごい。あじゃあ相当やってました、ね、でサウナスーツ着てウォーキングとかめっちゃ。すごい努力してるんですよ。そうで汗かいてもむくみとかも取れて、うん、で筋トレして代謝上げてみたいなことをしてましたね、はいはい、その時は。これはもうすごい頑張ってるんですから。グラビアやりたいわけじゃないですもんね。いやでもアイドルって結構このスタイルとか大事やと思うんですよ。衣装とかでね、うん、結構体出したりしますもんね。モデルさんとかやりたいんちゃう。やりたい。あモデルさんやりたいの。モデルさんとかやりたいの。はい。あじゃあ相当いりますよね。確かにモデルさんの細さって結構すごいですよね。異常やねあれ。異常って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、でもそれはもう素晴らしいリスペクト込めての。でも細いよりももっと細いですよね、モデルさんとかって。モデルやりたいってなったらまあこれは脱退って形になります。ごめんといて、ありがとうございました。他に質問ある人これ。はい、何ダンスとかライブ中での決めのポーズとかがなんか一緒になっちゃっていつもの、はい、だからそれのね引き出し方を知りたいですね。ダンスの決め、ダンスの決めポーズの引き出しを増やしたい。フリーのポーズの時とかもありますもん ね、 そうですね。いつもはどうなの。魔をかけてレースアップ、君に会いに行くよってずっとこれに、このあ、はいはい、これの、これ、これの、これこれになっちゃうんです。あ、これになっちゃう。これが好きなんですか、はい、というか、なんか他に思い浮かばない。これ逆にやる人いるんだっていう。どういうことですか。これの方が
か思いつくの難くないですか。あ、決めね。はい、え、西野さんは決め、いつもやってた決めとかあるんですか。私は、うん、西野未姫鉄板のアイドルポーズを伝授。ウィングでけば続いてはバズれグッドクルー。グッドクルーが今話題のバズりスポットでさまざまなミッションに挑みます。今回行っていただくのが六甲山。六甲山、大自然、自然好き。なんかあれよ、夜景とか有名じゃん。確かに、確かに天然水とかありそうじゃない。ありそう。ちなみに山登りとかしたことあるんですか。山登りするってこと今日。ありえるな。はい、ということで六甲山やってきました。六甲山へやってきたのはサラ、ララ、マオの3人。かわいい、ヤギいっぱいよ。かわいい、触れんのこれ。わわわわんちゃん。今回は緑豊かな六甲山にある牧場へ。動物たちとのどんなコラボ写真が撮れるのか。あ、あれさ、エアギタイエサじゃないこれ。あ、ヤギ専用なんや。あげよう。ヤギの餌を購入していると、うわ、すごいすごい、もう狙ってます。ボスみたいな。ボス来た、ボス。この子すごいすごい、やばいやばい。やばい、ちゃん、あの子は名前なんやろ。なんか乗れそうなさ雰囲気ある。乗馬体験で馬と触れ合えるのも六甲山牧場の魅力。お名前なんて、ヤスヒレって言う。ヤスヒレ、ヤスヒレ、すごい人間っぽい名前。ヤスヒレ、鼻息があったから。リボンある。わー、すごい。おー、かっこいいぞこれ。よいしょ。うわ、初乗馬。うわかっこいい、かっこいいよ、まおちゃん。すごいな、ヤスヒレ。賢いわ、あの子。ヤスヒレ、ヤスヒレ、あ、ウンチした。ヤスヒレ、ウンチ、ヤスヒレ、すっきりしたか。よかったわ。色やばい。ヤスヒレ行くよ。ヤスヒレ、わー、楽しかった。なんか優雅な時間でしたわ。カウボーイエリア。うわ、カウボーイ、カウボーイ。うわ、ランボルギーニやって。ランボルギーニ。高級車やないの。名前やな。でかいな。で、大きいな。これこっち来てくれへんのかな。ランボルギーニ、ランボルギーニ。お尻がかわいい。なあ、かわいい。ね、大きい。お、ランボルギーニ、こっち。なんかすごい牛乳入れてそう。ほんまや、牛乳入ってるやつやん。もーちゃん牛乳大好きやねん。小学校の牛乳ジャンキーいつも参加してた。すごい。ミルクやりたい券って書いてるよ。やりたい。牛乳さんにミルクあげてもらいます。嬉しい。前の黒い牛さんなんですけど、赤ちゃんがちっちゃくない？名前チャッピーくんって。チャッピー。はい。生後3ヶ月のチャッピーにミルクやり体験。チャッピー、かわいい子、どうぞ。やば、あ、すごい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 、あ、すごい勢い、かわいい、あ、すごい力強いんですけど。さらにおかわり。激しい、激しい、はい、はよしろよって言われてる。怖い、せーの、よー、やばい、このベロやばいですね。チャッピー大きくなってね。え、すごい、うさぎ広場って書いてるよ。あー、かわいい。お、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、
詰まってきた。あ、来た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 走ってきた。よかった。かわいい。かわいい。日本で。ちょっといっぱい押してるじゃん。もう可愛いから許す。来たよ。あれ？あ、ちょっと近すぎる。わあ、可愛い。のんびり過ごす3人。その前に現れたのは。こんな野放しな。およそ170匹の羊が自由に放牧されています。うわ、かわいい。すごいもっさりしてるね君。うわ、来た。指慣れすごいな、この子。確かに羊ちゃんです。かわいい。この子を飼うことに決めたわ。うわ、この子に決定。ちょうど今毛刈りの時期でして、みんなつるっと毛を買っていきますので、もしよかったら今日毛刈りを体験していただきたいと思います。体験するってことですか？そうです。特別に羊の毛刈りを体験。来るよ、羊さん連れて。はい、イエーイ、ご入場です。すごいすごい。ちょっとこんな強引な、強引すごい。頑張れ頑張れ。いやいや大丈夫これ。いやいや怖いねんけど。頑張れ。いやすごいすごい。お姉さん、おお、かわいい。かわいくしてもらおうな。まずは飼育員さんがお手本。おお、いくで。気持ちいい。どんな気持ちいい今。この毛は何ヶ月ごとに刈るんですか？1年に1回春の時期に刈ります。1年間蓄えたんや。1年間でこんだけ。こんなの見るんや。えらいね、嫌がってたのに。めっちゃさ寒いんちゃう、まあね、急に裸にされたみたいな感じや。この面で最後になるので。はい、行きます。頑張れ。うわー、すげー。写真は番組 SNS にアップするので、いいねよろしくお願いします。西野美希がグッドクルーにアイドルポーズを伝授。会いに行くよ。西野さんは決め、いつもやってた決めとかなかったんですか？私はなんかもうハートとか、なんかウィンクとか。あー、ウィンクね。とかなんかこれでかわいい。なんで急に驚くの？なんだろう、これでもやってるよね、これ。これアイドル。これなんだこれ。これ。だいたいさ、ずっとぐるぐる。混ぜてる。お前ないやからさ。なんか魔法かけてる感じ。あ、魔法かけてる感じね。はい。いや、それはちょっと魔球みたいな。あ、魔球ね。魔球。いいやん。ウィンクしながら。やばい。なんでめっちゃ爆笑するんですか？じゃあダンスでこうトータルで見てこうやられたら、やっぱりあ普通にあー可愛いとか思うんやけど、今単体でこうやってやられたらやっぱちょっとたくさん。でもそれでファンの方がもううわーみたいな。あ、そういうことか。おのおのあるわけでしょ。萌ちゃんは？私でも結構王道な、王道ハート、ハートとか、ウィンクとか。ウィンク、あ、ウィンク、あ、いいね、いいね、ウィンク。え、真央ちゃんは？あちゃんはウィンクでかいな。チャーみたいな顔してるのもよくない。葵真央の決めポーズは
え、真央ちゃんは？真央ちゃんは？真央ちゃんは？ああ、ちょっとそれはそれで、あ、それはどうですか、その人気がなさそうな。チャーみたいな顔してるのも良くない？結構よくやってるんだ、これ。ニャンにしたらニャン。あ、ニャンにして。猫。あ、いやいやいや、そっちの方が絶対いいですよ。ウィングとか。ウィングでかいもんな。サナちゃんはどう？私は笑顔がそのすごい印象的ってよく言われるので、こうやって。ああ、いいよね。かわいい。いいよね、かわいい、かわいい。さあ、リノさん、リノさん。確かに。あ、もうグーチョキパーっていうのがあって、自分の中であるんや。グー、グー、まあ、チョキ、チョキパー。確かに。ちょっとなんか古くないっすか？なんか世代ちょっとね、グーチョキパーってどうですか？なんかアイドルってあんまピースしないね。確かにピースあんましないです。チョキもこれだとダサいから、やっぱこう。あー、あ、これあ、これ、あー、いる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 、あ、そうやったらいるいるいるけど、ダサい。じゃあこれぐるぐるはでもないっすもんね、あんまり。あんま見た。でもまあファンの人一人にこうやってやったりしたら嬉しいかもしれない。そうね、これが、あとはこのパキパキマシン。バキュン、うん、バキュン、バキュンって、バキュンして絶対ファンの人、うーっとやりますから、コンサートとかでこうやってやったら、やってくれるんや。やってくれます。じゃあバキュームもこう対応していってね。はい、西野未姫が思うアイドルにとって大事なこととは。やっぱりアイドルにとって一番大事なことは、はい、太ってはダメ。これだと思います。ここ、はい、え、それそれ、太ったらもうファンも減るし、もういいこと一つもないですよ、アイドルにとったら。そうなの？本当に。だって太ってるアイドル応援したいですか？ぽっちゃりしてるよりか、細くて正統派の方の方が人気は増えるということです。この後、菊池亜美の壮絶アイドル人生。営業者の強い、もう外まで行って、はい、すごかったですね。そう、私たちの列すっからかんっていうのを目の当てにしたんですよ。うわ、きついね。そう、写真とか来た。次回は菊池亜美がアイドリング時代を語る。ありますけど。